はい、こんにちは、高幸です。今日は、私のバイク CB1300 スーパーボルドールの北海道キャンプツーリング仕様のご紹介でございます。外観はこんな感じになっておりますけども、まずはカーナビゲーション、山陽ゴリラですね。車用のものなんですけども、防水ケースに入れてこんな感じで取り付けをしております。電源は左側のオプションのシガーソケットから取っております。はい、タンクバッグですね。有名なメーカーのものじゃないですけども、ネットショッピングで購入しました。収納もたくさんあって厚みもありますし、ツーリングブックなんかも入りますので非常に重宝しております。マグネット貼り付け仕様ですね。あとネックウォーマー、目出し帽ですね。フルフェイス内でかぶります。北海道はまだまだ寒そうですので必需品かと思います。そして防水用のグローブですね。はい、ベルのヘルメットにアクションカメラ、ソニー製です。そして、長靴に勝るものはなしということで長靴、シューズカバーなんていうものは役に立ちませんので長靴おすすめです。そして、ホームセンター箱ですね。いろいろ加工できて、このようにフックを取り付けたりできるので、自分の好みにねいじれますのでおすすめでございます。ステッカーなんかもね、行ったところどころのステッカーをこのように貼っていっております。サイドバッグには、テントですとかペグですとか、敷物全般を入れてありますね。そしてもう反対側には、寝袋関係ですね。一応このホームセンターはこう鍵付きです。でドリンクホルダーも加工して取り付け、100均とかでよく売ってるやつですね。そして、寝るためのマットを上に置いてネットでカバーしています。バッグはキャスコ製ってゴルフメーカーのやつですね。ちょうど着替えなど1週間分入れられるのでちょうどいい大きさかと思います。これでなんとか1週間の北海道ツーリングを乗り切れるかと思っております。ご紹介は以上でございました。